はいどうも皆さん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、期間限定ポイントも利用可能アップルギフトカードの登場で、アップル製品が安く購入可能にということで、ここ最近ね、ちょっと話題になっていたアップルギフトカードについてですね、この動画ではそのアップルギフトカードをどんな風に使ったらお得になるのかということを簡単にお伝えします。もしこれからですね、iPhone や Mac、a p p l e w a t c h などのアップル製品の購入を検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ま、そもそもなんですけども、こちらのアップストア &iTunes カード、これはですね、結構ご存知の方も多いと思います。まあ、このカード自体っていうのは、これまでに、まあ、主にですね、アプリ内課金とかに特化したサービスのカードと、まあ、プリペイドカードとして、まあ、利用されてた方も多いと思うんですけども、それが今回、新たにま、リニューアルして、この Apple フトカードというものに新しくなりました。で、今回この Apple フトカードが、まあ、そのリニューアルして、ま、何がすごくなったのということを、まあ、簡単に言うと、先ほどもお伝えしたように、アップル製品が 安く購入できるかもしれないということにつながってきます で、ですね、実際のこの Apple ギフトカードについてなんですけども、もうまさしくね、今ここにも出てるように、Apple のハードウェア、アクセサリー、アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、iCloud のストレージも、このギフトカード1枚でその全てが購入できて、楽しみは無限に広がりますということで、まあ、これまではね、だいたいこの下のサービスで iTunes カードを使ってね、まあ、課金をしたりとかしてサービスを使えてたりしたんですけども、今回はこの Apple のハードウェアとかアクセサリー、これもね、なんと使えるようになったということでございます。もちろん、ね apple の公式ページでギフトカード購入することもできますし、こちらね。it メディアニュースさんの方の記事をね。ピックアップさせていただくと、こちらのね。コンビニでもまあ、順次ね。販売されてるような感じでございます。で、購入できるものとして、先ほどお伝えしたアプリ内課金はもちろんなんですけども。apple のサービスそれぞれね。音楽とか映画とか Apple music とかサブスクですね。あと、icloud のストレージの購入で今回ね。まあメインのお題でもある。ここですね。apple g i f カードを利用できる国や地域では Apple id の残高を使って apple.com。ア ストアアップで製品やアクセサリーを購入できますということでここが正直激アツなんですよねまあ、正直ね Apple 製品に興味がない方からすればねあ,あそうなんだって思うかもしれないんですけどもねやっぱり iPhone とか愛用されてる方は多いと思うので正直個人的にこれ熱いなっていう風に思っちゃうんですよねまあ、先ほどお伝えしたこの Apple 製品が安く購入できるまあ、僕なりのイメージなんですけどもまずは Apple ギフトカードをお得に購入そして残高を貯めるとそこからアプリ内課金や Apple 製品をまあ、お得に安くですね利用することが 可能になるとということで、ございますでそれを踏まえてですね、そもそもどんな風にお得に購入、そして残高を貯めることができるのかっていうことで、今回僕なりに3つピックアップをさせていただきましたが、まずその1つ目として、こちらの楽天市場ということで、ここが結構個人的に衝撃的だったんですけども、まあ、これまでね、iTunes カードとかは確か楽天市場で購入できてたとこではあったんですけども、この Apple ギフトカードもね、もちろん購入できるようになっておりました。その証拠として、ここにも出てるように、Apple ギフトカードの認定点として、この楽天市場に しっかりとリニューアルされているような状況でございます。まあ、実際のページを見たらね、さらに信憑性が湧いてくるところではあるんですけども、先ほどのね、ページから下に下がったら、アップルギフトカードの種類ということで、1500円から購入することができまして、5万円まで1円単位で購入することもできます。他にも1500円、3000 500,、5000、1万円というふうに、まあ、金額単位でもね、購入することもできます。この楽天市場の購入する際の注意点として、ここが結構重要ですね。お支払い方法はクレジットカード決済となります。ポイントもご利用いただけますが、1円以上のクレジットカード決済が 必要で、すすすととといいいいううこここですのででででのの全額ポイントというわけはははななここもしね利用される方は事前に注意が必要かなと思いますで購入制限もちゃんとありまして、初回購入から45日は1万円まで。で、46日から1万以上の購入も可能と。ただし上限もありまして、10日前後でリセットされるということですね。で、お客様の状況によっては購入いただける金額異なったりですとか、購入制限のリセットは通常10日前後ではありますが、それ以上かかる場合もあると。まあ、注文時の流れなんですけども、注文確認のメールが届いて、コード配信メールというのは 届きますで、オンラインで購入される際は、そのコード配信メールに記載されたコードというのがあるんですけども、そこをタップして、アップルアカウントに残高にカウント金額を、まあ、チャージすると。 そうすることで、まあ、使うことができますよと。もちろんね、Apple Store でも使うこともできるということでございます。で、まあ、その楽天市場なんですけども、結構ね、楽天市場の場合は、いろんな使い方のパターンがあるんですが、例えば、こちら、楽天のお買い物マラソンであったりとか、楽天のスーパーセールの買い回りの足しにできるっていうのが、やっぱりでかいんですよね。まあ、実際に利用されている方はね、大体イメージついてくると思うんですけども、こういった風に、お買い物マラソンの場合は、この倍率をね、どんどんアップさせるときに、何買おうかなという風うに迷うとき、まあ、僕の場合は結構、ふるさと納税とかにしたり、 とかもすることが多いんですけどもまあ、そういった時に買い回りの金額の調整として1500円からまあ5千5万円の間で Apple ギフトカードを購入してまあ効率的にこの倍率をアップさせていくっていうのもまあいいのかなと思いますで他にもですね通常時のお買い物でも SPU によってはお得に購入が可能ということでこれどういったことかというとまあ実際の画面を見ていただきたいんですが今現在僕の SPU は6.5倍なんですけどもここからですね実際の Apple ギフトカードの購入にねちょっと進めてみたいと思うんですがその際に こちら5000円分という風に指定をするとですねご覧の通りなんとね特にセールでもなんでもないのに6.5倍の場合は325ポイントもついちゃうんですよねもうこの時点で購入しても普通に Apple ギフトカードをただ単に購入するよりかはもうこの時点でお得っていうね結構やばいですよねでさらにねこれが結構すごいなと思ったのがこの期間限定ポイントですとか楽天の楽天キャッシュで Apple ギフトカードの購入ができるっていうのが個人的にこれが一番熱いなと思いましてまあ実際の購入画面に進んでいくとこの画面からですね楽天のバリアブルカ カードの場合はまあ、1500円から購入することができますんでここに1500という風に入力をして入力完了を進むとまあ、購入の確認画面があるんですけどもこの時点で特にねクーポンとかポイントが利用してない状態ではあるんですけどもここからポイント利用のところで変更というところタップすると今現在僕が持っているポイント2055ポイント持ってはいるんですがこの期間限定ポイントが98ポイントで楽天のキャッシュが703円というんですかねあるんですが今回この98ポイントを使いたいと思うのでここに98という風に入力し 画面を進めるとこの期間限定ポイント98ポイントを使った状態で1500円分のね楽天のバリアブルカードを購入することができるんで実質1402円で購入ができちゃうっていうことなんですよねなので期間限定ポイントの消化に困ったなとか楽天キャッシュちょっと余ってるけどどこかで使いたいなと思う方はこのアップルのギフトカードに当てるっていうのも結構ありかなと思いますまあ、さらにですねまあ、楽天市場の場合はセールの時のクーポンとか確か1000円引きのクーポンとかもたまにね楽天のお金 買い物マラソンの時に出たりするのでそれとかも使えばね本当にお得に購入できちゃうっていうねこれに関したら本当に楽天市場はめちゃくちゃ強いなという風に思いましたで続きまして2つ目なんですけどもこちら au ペイマーケットということでこれはね au 回線保有の方のみに限るとこではあるんですがこちら覚えてますかね au ペイではこちらの1.5倍のポンタポイント増量のキャンペーンというのが開催されておりましてまあ、先日ねこちらの動画でもある程度解説はしたんですけどもまあ、その時にね2021年の12月1日9時5 59分までであれば1万ポンタポイントを増量して1万5000ポンタポイントまでま上げることができますよということだったんですが2021年の12月1日10時以降は4000ポンタポイントが6000ポンタポイントに変わるということでちょっとねルールが変わるということだったんですがその増量されたポイントをこんな風に au ペンマーケットとか au ペンのふるさと納税電子通責あとリラックスまこういったところで使うことができるということで解説をしましたで今回のアップルギフトカードなんですけどもこの増量された分でそして で、それを踏まえてですね、この aupay ー,ーケットでも、Apple のギフトカードを購入することができるということでございます。なので、もし、このポンタポイント増量を使えばね、すごくお得に購入ができると。まあ、実際の画面を見ていただきたいんですが、これが aupay ー,ーケットで Apple ギフトカードを購入する時の画面なんですけども、こちらもね、楽天市場と同様のような画面が出ております。こちらに関したら、500円から購入できるみたいですね。500円から5万円まで1値体でね、金額を指定して購入することができると。他にも1500円、3000、5000、1万円ということで ことではあるんですけども見ていただきたいのはここですねデジタルコードご購入時の注意事項ということで AUUQ モバイル 5G 対応料金プランでご契約中のスマートフォンタブレット端末からご購入いただけますということでございますなので僕はねこの回線持ってないので購入することができないんですけどももし AU 回線もしくは UQ モバイル 5G 対応料金プランの方はですね先ほどのポンタポイント増量を使って購入すればですね Apple ギフトカードをですねかなりお得にゲットすることができますで購入時はですね スマートフォンタブレット端末の Wi-Fi オフにして手続きを進めてくださいですとかパソコンから購入ができなかったりとかあとほぼのね契約の方は購入できないみたいなのであくまでも AU 有機モバイルそして 5G 対応料金プランの方に限るということでございますなのでもしね購入される方はこれを踏まえた上で AUP マーケットでお買い物していただいていいかなと思います、うん、ちょっと羨ましいですねそして最後3つ目の Apple ギフトカードを購入できるもう一つの方法としてやっぱりこれかなと思いましたポイントサイトということでなぜポイントサイトなのかと言います と、例えばそのポイントサイトでまあ案件をこなすと銀行口座を開設したりです。とか、クレジットカードを作ったりとか fx の口座を開設したりとかまあ何かしらね。アンケート答えたりとかして案件をこなすと、そうすることでどんどんポイントが貯まっていくんですけども、その溜まったポイントを apple ギフトカードです。とか、サイトによっては iTunes カードにはなるんですけども、そういったものに交換するとそうすることによってお得にね。apple ギフトカードとしてまあ使うことができるということですね。ちなみに itunes カードでももう全部今 apple ギフトカードに統一されてるんで、itunes カードに交換しても問題はないということです。 でございます。ちなみになんですけども、僕が使ってるポイントサイトの中であれば、このアップルギフトカードもしくは iTunes カードに購入できるサイトですと、例えばモッピーであったりとか、そしてちょびリッチ、あとはハピタス、そして最近ねライフメディアから名前が変わったニフティポイントクラブっていうこの4サイトが iTunes カードに交換することができます。その中でも僕が激用しているのはこのハピタスっていうポイントサイトなんですけども、なんでハピタスをしているのかと言いますと、こちらねハピタスのアップストアと iTunes ギフトカードにポイントを 交換する時の画面なんで、すが交換レートはハピタスのポイントが500ポイインントトがが500 500あったら500円相当ととして交換すすることができますで、きまハピタスのね、やっぱここがすごいなと思うのはここでですね、ボーナスポイント率ということで、ゴールド会員特定3%バックっていうことなんですけども、ハピタスにはですね、まあランク制度というのがあるんですが、例えばハピタスのポイントが手元に5000ポイントあったとしましょう。それをですね、先ほどお伝えしたアップストア &iTunes ギフトカードに5000ポイント分としてまあ交換をすると。普通だったらこれで終わりなんですけども、ここか からすごいのがハピタスで、このポイントを交換した2日後にですね、 まず、ランク制度の中のブロンズランクっていうのがあるんですが、ブロンズランクの方の場合は0.3%上乗せされてなんと15ポイントがもらえると、他にもシルバーランクの方の場合は1%上乗せをされるので50ポイント上乗せされると、そしてゴールドランクの方の場合は3%上乗せされるので150ポイントをもらうことができます。ちなみにこのポイントに関したら2日後にハピタスポイントとして付与がされるということですので、ここは間違いないようにお願いします。なのでまあハピタスはね、全体的にポイントのね、還元とかもすごい高いので、今のうち にちょいちょょいいいね案件ををこななしてててポイントを貯めおくっののも1つの方法かなと思いますで、最後になんですけども、まあ、実際にですね、ここで貯まったポイント、貯まった残高はどんな風に使って iPhone を購入することができるのかっていうことなんですけども、めちゃくちゃ簡単なんですよね。例えば、Apple のオンラインストアで iPhone を購入する場合なんですけども、僕の場合、事前にですね、まあ、Apple のアカウントに残高に、まあ、2000円ある状態っていうのがわかるかなと思います。ちょっと小さくて申し訳ないんですけども、これをどんな風にどこで使うのかと言いますと、これは公式のね、 アップルのページなんですが、この iPhone 30 Pro っていうんですかね。これを購入する場合は、ここの購入から進んで、まあ、どんどんね、入力をして進むと。そうすることで、画面を進むとですね、支払い方法のところ、アップルアカウントの残高で支払うという項目が結構後の方に出てきます。僕の場合これ2000円っていう風に出てはいるんですけども、これね、一回試しに残高がない状態で進むと、この項目は出てこなかったんですよ。 ですけども、まあ、ちょっとね、僕の方で事前に2000分をチャージして、まあ購入画面まで進むと、この残高を支払うという項目が出てきたので、まあこういったパターンで使うことができるということでございます。使い方めちゃくちゃ簡単ですね。で、もしね、適用すればや、この適用というとこをタップして、あとは注文の確認で、これで Apple の公式ページで安くなった状態で iPhone を購入することができるということでございます。いや、結構やばいですね。 なので、もしですね、自分の iPhone がそろそろ寿命かなとか、MacBook そろそろ欲しいなっていう方はですね、まあ、今後踏まえて Apple 製品の購入検討されている方は、今のうちにね、Apple さんの中に、いわゆるちょっとした積み立てをね、行っておくのもありなんじゃないかなというふうにも思いました。まあそんなこんなで今回は Apple ギフトカードについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ僕自身はですね、今現在 Apple 製品で主に使っているのは iPhone12、そして、 iPad mini の第4世代かなあと Apple Watch のシリーズ6と AirPods Pro かなまあ、そこのあたりが僕がよくね、使ってる Apple 製品なんですけども、今のとこね、買い替えたりとかっていう予定はないんですが、長い目で見たら、今のうちに残高をね、ちょいちょいいろんなキャンペーンとか含めて貯めていこうかなというふうに思っております。まあ、個人的にはやっぱりポイントサイトと au 回線持ってないので、やっぱり楽天市場がやっぱり熱いなというふうに思いました。まあ、どれぐらいね、ポイント貯めれるかどうかはちょっと僕も未知な領域ではあるんですけども、この残高をね、貯めるのも 楽しんでいこうかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたアップルギフトカードについての公式ページ、そして、ポイントサイトのハビタスのね、登録まだの方いらっしゃいましたら、こちらもね、概要欄に登録リンク貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。